皆さんこんにちは。日本のコラムニストでおなじみのマツコデラックスさん。マツコデラックスが次の総裁1位と言われる小泉進次郎への猛烈な批判、2人の深すぎる確執の理由について紹介します。まずはマツコデラックスさんの経歴とプロフィールから紹介します。マツコデラックスは日本のコラムニスト、タレント、司会者です。千葉県千葉市稲毛区出身でナチュラルエイトに所属しています。出版会社の編集部で働いていましたが、人間関係の問題で退職し、その後28歳から30歳まで引きこもり生活を送っていました。テレビに関しては、本来テレビに出るべき人は平凡で重要な人物ではなく、異形で特別な存在であるべきだという持論を持っています。高校卒業後、美容専門学校に入学し、卒業後は美容業に従事していました。しかし何か違うと感じていた時、アクティビストとして活動する同性愛者の姿に触発され、ゲイ雑誌バラ族、サムソン、Gメンと並ぶバディの編集部に転職。そこで記者編集者として活躍しました。編集長代行でありドラァグクイーンの大家でもあったマーガレットや社長の平井康から、その熱心な仕事ぶりが高く評価されていました。28歳で退職し、千葉の実家で引きこもり生活をしていたものの、編集者時代の記事を読んでいた小説家の中村うさぎがホストを務める対談集「人生張ってます」のゲストに抜擢され、マツコデラックスという芸名と個性的なビジュアルやトークスキルで注目を集め、これが世に出るきっかけとなりました。さらに中村から「あなたは書くべき人間」とその文才を高く評価され、2000年頃から「身長180cm、体重 140kg、スリーサイズが全て140という体型で、女装という姿でタレント活動とコラム執筆活動を開始しました。2002年にはソニーマガジンズから私がマツコデラックスを発表し、その後も定期的に著作を発表しています。また、毒舌と体型で比較されることの多いナンシーカンとは、デブをテーマに対談も行っています。また、テレビ番組でも幅広く活動しており、東京 MX5 時に夢中、日本テレビ月曜から夜更かし、マツコ会議、TBS マツコの知らない世界、フジテレビほんまでっか、テレビ、アウト×デラックスなど、多くの番組にレギュラー出演しています。さらに、信じる者は騙される。うさぎとマツコの人生相談など、著書も多数発表しています。自民党の小泉進次郎元環境相が来月27日に投開票が行われる予定の党総裁選に立候補する意向を固めたことが判明しました。すでに推薦人20人を確保しており、周辺の議員からは全派閥から40人以上の議員が支援を表明している、大本命になりうるとの声も上がっています。自民党内では岸田文雄総理の突然の退陣表明を受けて、今週にも解散総選挙が行われるとの憶測が広がっています。小泉氏は選挙の顔として党内で期待されており、菅義偉前総理も彼を支援する意向を示しています。こうした動きにより小泉進次郎総理誕生の可能性が一気に高まっています。ネット上でも自民党総裁選の話題が盛り上がっており、小泉進次郎氏の名前が頻繁に取り沙汰される中、過去に生放送番組で彼を大嫌いですと批判したマツコデラックスの発言が再び注目を集めています。小泉進次郎氏が初当選したのは2009年の第45回衆議院議員総選挙で、父で元総理の小泉純一郎氏の地盤を引き継ぎました。政治や行政の経験がない中での立候補に対し、一部の有権者からは世襲批判もありましたが、投票総数の過半数を獲得しました。端正なルックスと父譲りの歯切れの良い話しぶりで注目を集め、2011年10月には自民党青年局長に就任しました。スター不在と言われた自民党内でひときわ目立つ存在となり、進次郎フィーバーが巻き起こりました。当時メディアはこぞって小泉氏を取り上げ、2012年2月放送の5時に夢中でも小泉進次郎の言葉の力を特集しました。しかし番組内で小泉氏の印象を聞かれたマツコは、大嫌いですと即答しました。さらに血へどを吐くほど嫌いです
何をしてくれたのよこの若造が、とまで言い放ち、新人議員で実績がないにもかかわらず異様に持ち上げられていることに不快感を示しました。また小泉氏の言葉の力についても、誰かからコントロールされている喋り、リサーチして答えているだけと断じ、それだけの男でしょと切り捨てたのです。マツコデラックスの発言は、当時の政治状況やメディアの報道姿勢に対する痛烈な批判として注目を集めました。特に小泉氏がメディアで持ち上げられる一方で、具体的な政策や実績が伴わないことに対する疑問の声は少なくありませんでした。こうした背景から、マツコの辛辣な批判は多くの人々の共感を呼び、一部では先見の明があるとも評価されました。それから12年が経ち、現在の政治状況と小泉氏の評価は大きく変わりつつあります。現在小泉氏は衆議院議員として5期目を迎え、2013年には内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官、2019年には環境大臣兼内閣府特命担当大臣に就任しています。プライベートでは2019年にフリーアナウンサーの滝川クリステルと結婚し、その後一男一女を設けました。父親としての視点も加わり、政治家としての活動の幅が広がっています。一方ネット上では小泉進次郎氏に対する評価が二分しています。総裁選出馬の報道を受けて、彼のリーダーシップや政策に期待する声もあれば、過去の失言や政策決定の問題点を指摘する声も多いです。特に進次郎氏が推進したポリ袋有料化政策については、その環境への影響以上に日常生活における不便さや、その後の言動との一貫性に対する批判が続いています。さらに進次郎氏が掲げた派閥パーティー禁止を訴えつつも、自身は政治資金パーティーを開催するという矛盾が指摘され、これも批判の対象となっています。時を経てマツコデラックスの舌鋒もまた変わったと感じる人もいるようです。最近ではマツコ自身もテレビでの発言に対して慎重になっているという指摘もあり、かつてのような過激なコメントは少なくなったという声もあります。ネット上には、この頃はわからないけれど今のマツコはかなり体勢良いしょ、マツコデラックスもキー局や大企業の CM 御用達タレントとなった今ではもう何も言えない立場なんだろうなといった意見が見られます。こうした状況を踏まえると、小泉進次郎氏に対するマツコの評価も当時のような過激な表現ではなく、より穏やかなものになるのかもしれません。小泉氏自身も最近のテレビ番組で、マツコさんとはお会いしたことがあります、すごい方ですよ、本当にすごい方と発言しており、以前の対立的な印象は薄れているようです。その一方で SNS 上では、今や総理大臣候補として名前が上がるほどのビッグネームとなった小泉進次郎議員に対する批判的な発言者であることから、メディアから干されるのではないかという懸念が浮上しています。つまり今後、人気タレントであるマツコデラックスさんのテレビなどでの露出が減少するようなことがあれば、それはその可能性があるということになります。今後はマスコミやマツコデラックスさんの動向にぜひ注目していきましょう。小泉進次郎氏が党総裁選に立候補し、小泉進次郎総理誕生の可能性が現実味を帯びる中で、彼がこれまでに得た経験と評価をどのように総裁選に生かすかが注目されています。政治家としてのキャリアを積み重ね、家庭を持ち、父親としての役割も果たす中で、彼がどのようなリーダーシップを発揮し、どのような政策を掲げるのかに多くの関心が寄せられています。またマツコデラックスの過去の発言が再び注目を集める中で、今後彼女がメディアを通じてどのような意見を述べるのかも注目されるポイントです。かつてのように辛辣な批判を続けるのか、それとも時代とともに変わる評価を示すのか、多くの視聴者がその動向を見守っています。小泉氏にとって今回の総裁選は自身の政治家としての集大成を示す場であると同時に、彼に対する世論の評価を改めて問う機会でもあります。マツコの発言を含め多くの意見が交錯する中で、彼がどのようにして政治家としての存在感を示し、党内外の支持を集めるのか、
今後の展開が注目されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。